それでは今日はお集まりいただきありがとうございます。今日のお題は、私は誰でしょう今日のお題は B リーグカップ戦決勝前夜祭イエーイ。はい、私でした。私まだ紹介今からするとこ、はい、カップ戦の決勝戦はアルビレックス新潟レディース対サンフレッチェ広島レジーナです。そして本日は本日アメリカ N もう一回サンフレッチェ広島レジーナが A グループだからサンフレッチェ広島レジーナが先だよ。分かった、じゃあもう一回お願いしますカップ戦決勝はサンフレッチェ広島レジーナ対アルビレックス新潟レディースの試合となります。そして本日のゲストは今季アメリカ NWSL より電撃加入川澄奈穂美選手とカップ戦決勝進出のゴールを決めた道上彩香選手です。よろしくお願いします。お願いします。でこっちから自己紹介したけど、それぞれ自己紹介していいよ。どうぞ。雑アルビの19番川澄奈穂美です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。11番の道上彩香です。ゴロリです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずはカップ戦決勝進出おめでとうございます。おめでとうございます。マジで激戦のグループだよね。それすごかったね。いやすごすぎた、だって、うん、うちらだってもう大宮に引き分けた時点でさ決勝進出なくなったもん。はい、はい、もうなんか監督がもういきなりもう終わったみたいな感じで言ってましたもんね最後のあのミーティングの時に本当に可能性なくなっちゃったと思ったんだよね。はいはい、もうこれで決勝進出は今日の結果でいけなくなったからってミーティングで言ってね。で自分らももう本当にあもうそうなんだって落ち込んでたらいけるね、可能性はあるみたいな話になってよかったです。あ、じゃあ最終戦のあのアイナック戦の前には決勝いけるかもって分かってたよ。もちろんそれは分かってたよ。よかった、よかった、やばい今のでもマルヒエピソードだよ、はい、マルヒエピソード、うんうん、マルヒエピソード、これ今日はね、そういうマルヒエピソードを今日は聞き出そう、エースチャンネルらしく、はい、絶対そう。じゃあまず1問目いくで。はい、率直に決勝進出できた要因は何やと思いますか。ゴロリなんかある、あ、あれ私ある。はいはい、ゴロリの得点力。いやいや違います。ナホさんのクロスでそんなこと言ったらもうちょっと待って、その話はさもうこの後の質問に入ってるやんか。でもあの本当に今回さグループリーグでさ、まあ、一番うちら得点取れてるから、その得点取れたっていうところは素直にこうポジティブに考えていいところじゃないかなって思う。もちろんその得失点差だってかわいい得失点差かわいい立ち上がれてなかったわけだから、うん、そこは自信にしていきたいところだね。うーん、間違いない。だってさゴロちゃん何点取った？4点です。すごっ、4点すごくない？だって最初の試合でハットトリックしちゃった、うん、間違いない。あれはびっくりしました、自分でも。しかも、うん、PK 取れる、コーナーキックからも取れる、流れからも取れる、足でも頭でももう何でも来てください、うん、それがうちのエースです。やめてください、本当に素晴らしい、すごい。もう慣れてないです、そんな言われること。はいはい、そしたらあのゴルちゃん目線で川澄選手の加入によってチームの雰囲気に変化はありましたか？あ、もうありすぎて困ります、もう本当にこれ全国放送でいいこと言ってよ。はい、まずもうチームの雰囲気がもう良くなった、もう明るくなりましたし、なんかみんなのオーラっていうか、なんかポジティブになりました本当に。ナホさんの声かけだったりとか、その練習の姿勢とかを多分見てだと思うし、あとまあいろんな部分が変わったっていうのもあるので、そういった部分で今年はなんか去年までのシーズンよりは良くなったんじゃないかなって思います。でもみんな明るくない？もともと
いやでもなんかちょっとうって沈んじゃう時もやっぱあったんですよ。なんていうんですかね、なんかでもなんかそこら辺は本当になんかナホさん入ってくれて変わったところかなってすごい思います。はい、実際にさ昨シーズンのさリーグ戦でさなかなかいい成績を残せなくて苦しんだと思うんだけど、こうやってカップ戦で決勝までいけるってやっぱすごいこの変化があったんだろうなっていうのはもう見てる側としては感じたんだけど、はい、やっぱやるサッカーとかもちょっと変わった部分もあって、うん、まあいろいろタイミングとか運とかもあって、まあ、去年とかもできなかった部分もあったと思うんですけど、うん、まあ、今回はちょっといろいろうまくいきすぎてちょっと逆に怖いくらいまあでもこの流れには乗っていいのかなっていうのはすごい感じます、うん、はい。そしたら2人はアイナック時代チームメイトやったやん、うん、その頃のお互いの印象は、もうゴロリがだから高卒で入ってきて、はい、私はもう制服のゴロリを知ってるからセーラー服のあのランドセルのゴロリも知ってんだよ。ランドセルのこれ絶対出しちゃダメです。写真載せよ。明日 LP だよ。あのランドセルのゴロリちゃんは写真載せられへん。ランドセルいいやん。ゴロリは入ってきた時からなんかもう本当にサッカー大好きですっていう感じで、まあそれは今も変わらないんだけど、もうとにかく上手くなりたいっていう気持ちがメラメラ出てる選手だなっていうのは入ってきた頃からの印象だし、それはもう今も変わらない。ありがとうございます。間違いない。ゴロリって何年に入った？アイナック2013か12に卒業したんで、高校13ですね。13に卒業、12だよ。だ卒業したかったじゃん。じゃあ13です。13に卒業して、13の3月、そうです。うんうん。そしたら、ゴロリの番だ。それだ。でも本当になんか、プロの選手ってこういう選手なんだなっていうのは、一番に奈穂さんから感じ取りました。それは嘘だよ。もっと。いや、本当です。いや、いろんな、本当に先輩方いましたけど、その中でもなんか、なんていうの、なんか気さくな感じもあるし、なんか人間性もすごい選手だなって自分は感じてました。ちょっと今聞き取れなかったんだけど、もう一回言ってほしい。電波が。なんかサッカー選手としてもですし、本当に一人の人間としても人間性も本当に素晴らしい選手だなって、もう今でも思ってます。多分だけど電波良かったぞ。電波間違いない。2回も言わされちゃいます。間違いないそれは。はい、そしたら2人はまた今再びチームメイトになってカップ戦決勝進出のゴールを2人で決めました。あのゴールシーンの振り返りお願いします。あの私から見てたあの目線だと、まず、まあ、ボールがいい形で奪えて、でその後にメグがすぐナホにボール預けてくれて、でもう本当にもうチーム内でもすごく話題になってるんだけど、なんか5秒ぐらいとフリーだったからなんか最初は1回目トンって止めた時に上げようかなとも思ったぐらいな、クロス好きだし、でもなんかよまだ来ないし、もうちょいペナに近づこうと思ってもう1回運んだので、その時にセンターバックと右サイドバックの間のところに上げて、そこで受けてもらおうかなとも思ったんだけど、でもその瞬間にボロリがプロへして、あのセンターバック2枚の真ん中がすごい空いたから、あもうここだと思ったらちゃんとそこにクッて入ってきてくれたから、もうなんかさすがストライカーだなと思ったいや本当に本当にああいうのやってくれるのがやっぱ何点取り屋だし、で結局さ、その上背あるって一個すごい強みじゃん。さっきも言ったけど足でも決めれるけどさ、やっぱターゲットになれるってすごく強みだし、でその中でやっぱヘディングでやって決めてくれたから、でも本当なんか練習みたいだったよね。練習より良かったですよね。うまくいった。ゴロリ的にはこんな感じだったの。自分はそのメグさんとかその前のシーンとかちょっとあんまり覚えてないんですけど、映像では見たんですけど、うん、でナホさんが持った時によくなんか練習試合とかで結構ファーでもらおうとする動きはよくやってたじゃないですか。でもちょっと届かないなと思って駆け引きしてたんですけど、どのタイミングで上げてくれるのかなっていうのも正直あって、ちょっと振りすぎたっていうのもあって、でちょっともうあれは多分タイミングが本当に良かった、上げてくれるタイミングが良くて、
自分がファー行った瞬間に本当にニアに行こうとした時にも上げてくれたんで、本当にナイスタイミングでいいボールが来ました。でも多分本当に2人で、あ、もう上げるよ、ボールちょっと代名はあった、あ、はいはいね、でもなんかあまりにもなんかタイミングがいつ行ったらいいか分かんなくて、そうそうそう、多分2人ですごい時止まったよ、ね、はいはい、どうする、え、今、あ、まだ時間あるね、え、え、じゃあ、あ、今みたいな、そうです、まあ、目はずっと合っててって感じだったんで、うん、どこでどうしようっていうのはちょっと正直困っちゃったというか、そうだよね、まあでもぴったり合ってて、はい、よかった、本当にすごいいいクロスでした、ほんま、すごかったしっかり生配信見てたから、どうもありがとう、どういたしまして、なんやこれ、いや、いつもみたいにさ、ほら、あれ言おうと思ったけどさ、うん、やめといた、全国放送だから、うん、全国放送だから、うん、全世界放送だからね、全世界、うん、全世界放送だからお口チャックしといた、懐かしい、はい、そしたらこのカップ戦決勝で対戦するサンフレッチェ広島レジーナの印象は、いいよコロちゃん、なんかディフェンスの選手は人にすごい強くくるってイメージはすごいあります、体も強くてってイメージはすごいあります、で前線の選手に、まあ、タレントもいて隙を与えたらいつでも攻撃してくるなっていう印象は自分ではあります、私は対戦するのがそれこそ初めてだから、まあ、カップ戦で映像で見てるだけだけど、まあ、昨シーズンから新加入選手をこう、ね、迎えてかなりグレードアップしたなっていう印象はあるので、その見てるだけでもね、だからその、まあ、前目は結構スピードのある選手もいるし、中盤はなんかこう生き生き小気味よく動く選手いるし、しかも予選負けなしだから、うん、それはもうかなり自信も勢いもあるんじゃないかなっていうのは思う、ほんま負けなしすごい、うん、負けなしはほんとすごいと思う、うん、間違いない、そしたらカップ戦決勝でのアルビレックス新潟レディースの注目選手は一人ずつお願いします、お、2人以外でね、この奈穂さんと、うん、2人以外で、はいはいはい、奈穂さんいなほから言っていい？あ、はい、どっちもいいよ、なほさんいる？もお願いします、いい？いい？あ、でもななんか注目でしょ、みんな注目してほしいよ、はいはい、ねえ、もちろんもちろん、うん、でもね、やっぱり自分たちはその攻撃のところも言ってたけど、やっぱ守備で最後の砦のところはチカがいるから、そこはやっぱすごく強みだと思うし、点取られなきゃ負けないから、で、ここね、2試合は無失点で来てるし、そこをやっぱり最後の砦として、チカには。あ、でもな、チカがあんま活躍するような試合じゃダメだよね。どうしよう。やめた。確かに、そうですね。いや、でもそんな甘くないからね。なんかそういう場面も絶対出てきちゃうとは思うけど、そこでちゃんと、まあ、チカを中心に守備陣が体張って守ってくれるかなって。そしたら、ゴールキーパーの平尾千佳選手ってことで、みっちょんは。そうだね。注目してもらいましょう。そうしましょう。まあ、その攻撃の始まりで。うん。ビルドアップのとこで。うん。はい。ゴールキーパーは誰注目、はい、やっぱり、メグさんに注目してほしいなって思います。いい、いい、いい、しなくていい。まさかのチームメイトに怒られる。いや、でもやっぱり本当に、まあ、自分来てまだ新潟来て浅いですけど、本当にずっと新潟で活躍されてて、タイトル取ってほしいなって、取ってほしいなっていうか、一緒に取りたいなって思いますし、やっぱりプレー面でもすごい引っ張ってくれる部分はあるので、一番注目してほしい選手かなって思ってます。素晴らしいコメント。ほんま。ありがとうございます。やえ、ゴロリアルビ何年目？今年で3年目です。あ、じゃあもうウィーリーグと共にってこと？はい、そうです。あ、そういうことで。はいはいはい。はい、いいよ、アスナ。なんかさ、ゴルちゃんさ、もうさ、あのアルビレックスに馴染みすぎてさ、3年目って今驚いた。わ、うん、かる、わかる。もうめちゃくちゃもうアルビの顔だよ。いやいや、それは、それは、いやいや、ナホさんもう数ヶ月で顔になってますよ。なってない。それは、それは間違いない。間違いないですよ、ね。それはただ舞台から、なんだっけ。いやいやいや。プレー面っていうか、もうだから、その、
もう本当に試合で欠かせない選手だよ。もうアルビの攻撃といえばボルビっていう感じだもん、ま、ずっと。もう多分10年ぐらい感じだよ、ね、え、そう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 。ね、でもなんか、ナホさんが入ってきてくれて、なんか変な感じします。自分がもう結構年重ねてるじゃないですか。29になって。うん、で、ナホさんと出会ったのが18とかだったんで、なんか今ちょっと若手に戻った気分にあるんですよね、ちょっと。わかる。私が若いからね、一緒に若手に戻った気分、ね。はい、はい、そうです。そういうこと。言えよ。え、でもさ、ゴールちゃん的にさ、なんかさ、やっぱさ、さっきも言ったけどさ、めぐみとかさ、なほみがさ、いてくれてさ、もう若手の気持ちでさ、なんでもさ、自分はさ、なんていう、好き勝手にプレイできるじゃないけどさ、そういう気持ちでさ、プレイできるくない？好き勝手。なんていう、好き勝手。若わかります。そう、若い頃の気持ち。なんか、堂々としてなんかできる感じはあります。でもね、本当に若い頃とは、変わったところはなんかそのプレー一つ一つへの責任感だったりとか、まあ、やっぱりこのチームを引っ張っていこうっていうのはちゃんとプレーからすごく感じる。本当ですか？ゴロリの、うん、そりゃね、制服とか知ってるからそれを見てるだってさ、まあ、アスナも一緒だけど泣いたりしてたじゃんよく泣いてましたね。懐かしくも、やばい、ゴルちゃんの泣き顔可愛いよね。それカメさんとかにも言われます。マジブス。いやいや。可愛いんだよ。でも一時期さ、アスとゴロリ似てるってめっちゃ言われてなかった。うん。言われてた。言われてた。申し訳なかったです。それは。見て。なしっかり見て。しっかり見て。ゴルちゃんアップにして。ゴルちゃんが画面アップにして。似てる？似てる。でもまだ似てるわ。嘘。まだ似てる。ごめんなさい、アスナさん。ゴロリ謝らせないで、アス。ほんと。だってさ、あれで、幼稚園児のやってたもんな、昔。やってました。この間、それ、なんか見る機会があって、見せたら、誰言ってたんだっけ、アミさんかな。その時にもう、え、変わんなくないって言われました。あれ、マジウケた。どういうこと？変えてるはずなのに、幼稚園児で。なのに、え、変わってるって言われました。おい。すいません。誰や、ゆうたん。で、多分アミさんだったと思うんですよね。アミちゃん。はい。すぎちゃん、アミちゃん。わかんないです、わかんないです。アミにも注目してね。ああね。このまま、アイナックスでも聞いてた。はい。そしたら、締めくくりいきますよ。はい。このカップ戦決勝、タイトル獲得へ向けての意気込みをお願いします。はい。まず、もちろんね、5試合目ですごく劇的な決勝進出は決めたけど、でもやっぱり1試合1試合積み重ねて5試合でやっぱ決勝進出できたわけだし、それは実際たられ話試合もあったけど、1試合ごとに成長してるなっていうのもすごく感じているから、なんかこのグループリーグで経験したことを全てをこう学びに変えて決勝戦にぶつけたいなって思うし、私はとにかくタイトルが欲しい、新潟にタイトルをっていう気持ちでここに来たから、絶対に勝つというのを強く言いたい。もうね、こんなチャンス一生ないと思う。わかんないよ、サッカー続けたらあるかもしれないけど、もうでも今の現時点で思ってることは、もうこのチャンスを逃したらこんなチャンスはもう二度と来ないって思ってる。そんな気持ちでもう決戦に挑みたいなって思う。いい言葉、素晴らしい。ゴルちゃんお願いします。はい、やっぱり目の前のことをまずしっかりみんなでやって、で、たくさんの方が来られると思うので、その舞台もみんなで楽しんでタイトル掴めたらいいと思ってます。掴めたらいいというか、もう掴みに行きます。ゴロリのゴールで、はい、チームが勝つために頑張ります。ほんま頑張ってほしい。そしたらだってアルビはさ、もうファンサポーターの厚さがさ、とんでもないからさ、だから当日はオレンジ色に染めてもらって勝ちたいです。あす。うん。ぜひね、スタジアムに来てほしいね。うん。ほんま。2万人埋まってほしい。うん。ねえ。2万人ね。とどろき。うん。最高な雰囲気になると思う。個人的には、前回の最後にやったとどろきでの試合が2016年
5年シーズンの澤さんの引退試合になった皇后杯決勝戦が轟で2万2000人入ってアルビとの対戦だった。そう。でその試合で、まあ、アシストはしたんだけどアシストして澤さんに決めて0で勝ったの。でやっぱそのアルビの歴史を今知ってる選手ってほぼほぼ少ないと思うんだよね、チームで、うん、今ねいる選手でも。やっぱりそういうことがあってまた次自分がアルビのユニフォーム着てそこの決勝の舞台に立てるっていうのはなんかちょっと運命的というか感慨深いものがあるから次もまた勝ちたいなって思う。っていうか勝つ楽しみ、もうこのストーリーも含めて楽しみすぎる、うん、この試合が。いやほんま絶対見る、うん、10月14日16時キックオフ、とどろきぜひスタジアムでね来てもらってサッカーを盛り上げてほしい、うんうん、はい。そしたら最後にエンチャンネルに一言ずつお願いします。今日チームの一番若い子2人にエースチャンネル出るみたいな話ちょっと出たら、エースチャンネルみたいな感じ言ってて、エースチャンネルの存在知ってたよね。だからチャンネル登録してみました。だから2人増えると思うから、そんな感じで皆さん気軽にいいねとグッドボタン、一緒だったわ、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。さすがアドバイザー、さすがです。自分もです、もう全部言ってくれ。いやいや、ゴールちゃんの口から。あ、自分もエースチャンネルいつも楽しみに見させていただいてます。これからも、あ、今度はあの個人的にも呼んでください。いいね、逆コバ絶対いい。お願いします。もちろん。ゴールちゃんのさ、あのランドセルの写真出るけどいい。ねえねえねえ、本当に登録者数減りますよ逆に。もう今この話であの話入れなきゃいけなくなっちゃった。あれは絶対使います。あれ世に出ちゃいけないものですけど、うん、写真はじゃあもうピーって感じで、ちょっとぼやける感じなら、あ、ぼかし入れとこか。うん、ぼかし入れとこじゃ、うん、ランドセルにぼかし入れよ。ランドセルは入れていいです、一番。あ、一番。ランドセルじゃあ普通の赤いやつなのよ。あ、そう、赤いやつなのよ。はい、ということで今日は貴重なお時間ありがとうございました。アルビレックス新潟レディースの注目のお二方に来ていただきました。なんやこれ。あの最後にじゃあ MC についてちょっとあのなほさんから今日の MC 力について評価お願いします。 MC そうだな。まあちょっとランドセルの話出しすぎちゃったから、まあそうね、78点くらいかな。出た。あ、すごい。これを明日は資料って呼んでるんだな。資料、本日の資料です。資料こちらです。みずほと出るときにさ、みんなでグループラインしててさ、え、そういえば当日ってどんな感じなみたいな感じでパーって言ってて、そしたら、あの資料送った通りやでとか言うから、え、待って資料とかもらったっけとか言って、え、これだよとか言って、このノートのシャミしたやつとかを資料って呼んでて、ちょっと待って汚すぎるし、そういう資料じゃないからさ。ほぼ落書き、殴り書き、自分にしかわからないだ、うん、殴り書きを資料と呼ぶ。明日の MC 力マジで伸びしろしかないと思うんで、あの、うん、そうだ、判定読みすぎなところとか噛んじゃうとことか、こっから伸びしろ楽しみにしましょう。うん、でも編集で結構なんとか、うん、うん、言わないで。編集上手、はい、はい。でも今日は MC 結構自信あんねんけど、よかった。うん、まあ自分的に。でも2人ゲストがいるときは、あのどうですかじゃなくて、こうこうこう思うんですけど、じゃあまずはゴロリこうこうこうでどう思いますかっていうと、先にゴロリが答えてくれるの。でもどうですかって投げちゃうと、2人があどっちが喋り出したらいいのかなってなって、結局おしゃべりが先に喋り出すっていうことになっちゃうから、はい、はい、どうぞ。あのみっちょんが絶対最初に喋るって思ってたから、別に指名しへんかった。だからそれはこの場合だから成り立つけど、そうじゃない場合だって今後出てくるわけだから、こういう時に上手にできるように、特にレジーナサイドのもするんでしょこれから、はい、その時に出してください。はい、
今後の企画に。え、そしたら、なあなあ、そしたらさ、レジーナは誰がいいと思う？二人。ああ、いいね。うん、まだオファー出してない。なんか、はい、はい、はい。チーム事情ペラペラ喋っちゃいそうな人。ね、聞きたいかも。ね、聞きたい。誰やろな。誰やろじゃないよ。ダメなんよ。誰がいいかな。候補は、まあ、福さんと、うん、とか、うん、いいかなって思ってる、うん。いいんじゃない、うんまあ、もくちゃんとかちょっと来たらさ、いろいろ話してくれそうだし。うん、うまく振れば、うん、うまく福さんちょっと教えてくださいよって言ったら優しいから何でも教えてくれちゃう、うん、そうそれこそ一人新加入の子とか入れたら、あ、うん、確かに、あ、この人しかもアルビでしたっていうか、あ、マジ、いい話、え、マジ、そうだ、え、誰ちゃん、さん、え、あ、アルビーいたの？多分いたと思います。結構前です、本当に。あ、大学時代とか。あ、でもいい、でもいい、うん、めっちゃいい、めっちゃいいな。全所属アルビーやった人とかいいな。ちゃんもそうだ。あ、そうだ、ほんまや、いいっすね、うん、でも全所属アルビーっていうポイントがいい。あ、そうだね、オッケー、すいません、オッケー、こんな相談をうちらでちょっと最後練って決めます。ありがとう、うんうん、いや、楽しくてみんなが見てみんなが試合に来るような編集をよろしくお願いします。あ、ランドセルの写真よろしくね。いやいや、ポロリ送んなくていいから。来なくなっちゃいます。なあなあ、ぼかし入れて使っていいって言ったよ。そんないいですか。でも顔入れ替えの写真も絶対だよ。あれな、あれは絶対それは、うん、じゃあそのランドセルのやつにもさ、アスナの顔入れるからさ。いや、それ舞台は自分ですよ、だって。で、ランドセルの写真は今度個別にね、ゴロリが特集した時に入れましょう。そうですね、はい、その時、許可が出たらね、はい、許可が出たら、はい、もっと加工しておきます、写真よろしく。マスの顔にしとけ。うん、いいよ、使っていいよ、これ。いや、申し訳ないです、それは。そういうこと。はい、じゃあ今日は来てみるからまた。え、バスケ？オッケー。バスケ。はい。おー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあねー。決勝ファイティング。おはようございます。軽い。